けて。助けて。世界同時多発科学者不審死事件。一人がウイルス学、もう一人は歯周病原細菌学。類似性があると思わない？事件に挑むのは科学捜査のスペシャリスト、科捜研。二人の家から押収した服から気になるものが。あらかじめ毒物を渡しておいた可能性があります。二人の服から出た成分と一致すれば正体がわかるかもしれない。面白い実験をお見せしましょう。ダイエット菌は腸内細菌ですから無害です。直接的な証拠は一切ないのに本当に私を逮捕できると思ってるのか。新しい希望が始まる。今日中に鑑定資料を送ります。今日中の話だろ。いくらなんでも頼るの早すぎだろう。物理研究員の仕事でしょ。マリコさん、川野教授には近づかないでください。これが分かれば、もしかしたら。そうか。死の連鎖を止めるため、この謎を解き明かせ。いい夫婦になれたんだな。科捜研の女、劇場版。